はい、どうもご視聴ありがとうございます。ミートピアパート29やっていきましょう。前回4人仲間が戻ってきたのでね、他の仲間も回収しに行きましょう。せっちゃん、エスキューちゃん、コメット、ククルシカという、なんかこれまでのショーでメインメンバーじゃなかった子たちが頑張ってる感じだな。入る順番も一番最後ばっかりかな。その各章での一番最後に入ってきた子たちばっかりかな。 SQ ちゃんだけ違ったかな、ちょっとあやふやだけど。火山やってきました。そっか、さっきまでは火山じゃないのか、火山のふもと的な立ち位置か。お、初めてのスキーコード、乗馬2、2人乗り。おお、そこが2人、初めて2人乗りか。マグマの湖だ。スケバン、私さっきねマグマにハンカチ落としちゃった、儀式みたいな。そしたら10って燃えて消えちゃったよ。ひえー、落ちないよ、気をつけよう。なんか説が王子様みたいに。うっ、誰が助け起こす。じゃあお姫様が逆にね。大丈夫、ありがとう。はい、感謝した。もうちょっと感謝しよう。ハートがもうちょっと上がってよかった。お、初めての敵だ。ボム、ひねりのない名前だ。いやだな、ボムを早めに処理したい。鼻息で赤いの来い。赤いの来た。あー、よかった。こっちの攻撃で爆発させたら相手を巻き添えにする感じのやつかな。相手の仲間を、よくあるタイプのボムキャラだとするならね。そういえば最近ルーレット会場行ってなかったな。行こうかな。怪獣の鎧、まだ570円の装備使ってたんだ戦士のせっちゃんは。あ、フードがなくなると意外とそんな変じゃないな。怪獣の鎧も青せっちゃんで、料理はそんなにないんだよな。カレーだ。攻撃と魔力か、両方上げて意味あるかも。SQちゃんぐらいか。でゲームコーナーで一応ルーレット見ておきましょう。あー微妙。ペア旅行券 S クラス一応見とくか。フォークの槍いらんな、微妙か。いくらペア旅行券がいいとはいえ他の景品が微妙すぎる、やめとこう。まあでもちょっとでも527か。早く SQ ちゃんお洋服、お洋服と武器を欲しいって言って。節のお下がりでいいならあげるけど、全然もう使わないからあれ。ん？ひゃ、あ、分断されちゃう、もしかして。みんなとはぐれちゃった、仕方ない、先に進もう。なるほど、こうやって人数が。ちょっと待って、ちょっと待って、ジョナン、オジーは？ジョナン王子はついてきた、よかった。これジョナン王子がいなかったらやばかった。っていうかまあ SQ ちゃんが残らなくてよかったね、正直。今装備も最低だし、そう考えるとコメットと SQ ちゃんは大丈夫かなっていう気がするけど。あー、こんな感じなのか。あー、ここ積みポイントじゃない、もしかしたら。でも主人公とジョナスだけになるっていうので積みポイントにはなんないか。
戦車技が面白くないな。これ致命的だ。よし。みんなとはぐれちゃった。岩が邪魔で戻れないし、みんな寂しいだろうな。私がいなくなって。先に進むしかないよね。困るだろうな。やっぱり私がいないと。どうした？行くよ。急に地震が。あ、ボムと燃えるマミー。ボムから処理していこうか。41は、おお、41で爆発すんの？弱いね。もうちょっと体力ありそうだったけど。ヒック、ヒック、驚かしてあげて。あ、驚かす、驚かす。あ、あ、それはびっくりする、それはびっくりする。クルシカが凍結させたと思った。クルシカが急に出てきたら、あ、同じ部屋入れろって。よいしょよいしょ、こうやって掃除するんだよ。クルシカが掃除しないからそれを説明したくて同じ部屋行きたかったのかな。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。よし行こうか。あんま最近全然欲しがらないね。ぶった切りの剣、地層パフェ、微妙。 SQ ちゃんと別れたって言ってもすぐじゃん。普通なんかこのステージはもう会えないと思うのだと思ってたわ。燃えるマミーとさっきは圧勝だったからな。燃えるマミー、あ、かわいい、かわいい。こっちからやってくか。上機嫌ギリ強い。モイルマミーが弱い。ジャンプギリはまあ確かに花はないけど強いな。それだけでもありがたいかも。ジョナスって大魔王より強い？ふむ、さてどうでしょう。本気で戦ったら勝てるよきっと。そうかもしれませんね。でも争い事は好きではないので。それに大魔王を倒すのはあなたの使命、そんな気がするのですよ。できるかな私に。頼むよジョナス、お前がやってくれ。できますよきっと。使命なんだね。もうジョナス曰く。スイッチ、箱、箱がいいかな。スイッチの方が良かったかな。お、出た、楽なコンビ。あー、じゃあせっかくだ。行くぞ、必殺。あー、全体攻撃じゃないんだ。戦士で人馬一体。そうか、ダメージを見る限りは魔族の方が強かったね。全然魔族というか小悪魔の方が。やっぱり MP に影響するのかな。お、ふりかけ増量。またなんか新しいふりかけ欲しいな、そろそろ。おー、急に上がった。まあ MP ふりかけ増えるのはありがたいかな。
ジンバ一体たくさん使いたいし。でも単体攻撃なの弱いな本当に。そういう意味では転職したい気持ちすらまた出てくる。そっか、ジンバ一体いろんなキャラの見たいから、せっちゃんにいろんな役職やらせるのはありだな。女王悪魔のおやつ魔力上げて意味あるか。お姫様なんとこいいや。経験値たっぷり、黒金の扇、それならいいんじゃない。半分の確率で武器手に入るなら。うわ、ちょっと待って、いや、イカ様だわ、イカ様代だわ、これ。バカンス行ってる場合かよ。特にイベントもないしな、バカンス。よし、遅いよ。よしよしよし、強そう。いや絶対こっちだわ、似合ってるヤンキー感。なんか今ギブアップっていうボタンあったね、プラスをしたらできる。どうなるの、ギブアップをしたら。住むポイントだからかな、今いる場所が。はぐれたみんなどうしてるかな。一方その頃、はぐれた仲間たちは、うわ、マジ、ちょっと待って、やばい、それはやばい。この二人はやばいな。職業戻すか、 SQ の。SQ の好きな人って誰？いないよ。嘘だ、嘘じゃないよ。なんだ、嘘じゃないのか。物分かりいいんだね、やっぱり。いや、直感があるから嘘ついてないって分かっちゃったんだよ。嘘ついてないことが分かることはないんだけどね。金のだが1900か、高えな。でもちょっとあまりにやばいから、状況が。奮発してあげるよ、コメット。お前が頑張るんだぞ、お前が引っ張ってくんだ、このチームは。チームというか2人だけど、こっちにジョナスがいてほしかった。そうなると金のだが、いやいやいや、同じやつです。しかもレビもいないんだよ、こっち側。やばくない？あー、ギブアップってそういうこと。ちょっとまあやれるだけやるけど、ギブアップを押すかもしれない。心細い。びっくりしたね、さっきの岩。おかげでみんなとはぐれちゃったね。みんな先に行ってるかな。 SQ ちゃんたちも先に行こうか。きっとまた会えるよね。うん、行こう。どうだこれは、ちょっといけるか。敵次第だな、ステージによってはさ、敵がさちょっと優しかったりするじゃん。ボムとかが出てくれたらもうちょっとやりようがあるけど。心もとな、心もとな。ふりかけでもう自動回復。あー、まあそれはいいよ。あー、燃えるまみ初めて動いたの見た。あー、武器飲み込まれたのか。まあいいよ、この武器ならくれてやるわ。ふりかけ、素で素で
コメットはバナナ食べずに攻撃してほしかった。それほどまでに SQ ちゃんがもう何もない。あの武器ならいらないとか言ったけど、素手で殴られるぐらいなら。あー、熱い熱い。あーあーあー、取り戻した。ベトベトする。ムフフ、戻ってきて最初の使い方がそれかよ。あー、でも今の SQ ちゃんのスキルだとお尻をつついてコメット2回動かした方が強いな。やばい。行こう。あと1回ぐらいなら戦える。最近気になってます。コメットが時々服を裏返して着てるんです。本人にはまだ言ってません。あら、言ってあげて。おー、よかった。エンカウントしないのが何よりの助け。よし、SQちゃんが全然欲しがらない。いや、コウモリの翼か、まあ微妙だけど、この性当たり率なら許容かな。おえ、あ、まだレベル2なんだこの2人。比率とかだったらめっちゃお金稼げそうだな。あ、ああよかった。まあ一瞬だったな。だったら節の方から言ってくれればよかったのに。おい SQ、 無事でよかった。いや本当に一瞬一過性のもんでよかったわ。助かった助かった。はい、部屋に。あれ、なんで SQ とククルシカが部屋から出てたんだ。 SQ とコメットならわかるけど。ウールのドレス、はーい。まあ今のもいいけど、お姫様っぽくはないからな。紫しか。で、お部屋はまあ、うん、せっかくだからこの分断ペアにしようか。コメットと、そうか、まだ仲良くないのか。一旦これで。こうだな。なんで、まあ、いっか。ほどほどに。みんな消極的やな。行きますっていう人いないの、誰か。あ、なんか落ちてるよ。飴だ。また盗んできたんじゃないの。お、ん、なんだろう。ふむ、うなり声が聞こえますね。犬かな、たくさんいる。気をつけましょう。この声はおそらくケルベロス。尻尾振ってる。めっちゃ尻尾振ってる。悪い犬じゃないかもしれない。地獄の番犬ケルベロスです。撫でたいね、撫でよ。ステラと乙女とシピの顔が雑に3人帰ってきた。そしてシピの顔が
はあ、神の力の目覚め。ノリノリふりかけの力が目覚めた。の振りかけたミーがノリノリになり敵へのダメージアップ。あ、なるほどね、バフ技が使えるようになったか。ノリノリ振りかけ、何粒入ってんだろう。5粒、いいね。いきなり使っちゃう。なんか、やべえ振りかけじゃないかこれ。ああふ大丈夫。あー、せっかくノリノリなのに。こっちの順の方がいいな。次行動するの説でしょ多分。うわ、ノリノリ解除されちゃうの痛いな。攻撃直前にノリノリになった方がいいか。ああ、乙女の口から氷結が、そしてシピの口から炎が。で、安全地帯に。あれ？来るしか大丈夫？来るしか大丈夫だったんだ。じゃあノリノリになろう。もう一度。行動を選べない。まあ本当はこれ自分が使うっていうより仲間に使う方がいいんだろうけどね。あ、ステラがアホ顔になった。いや、そもそも戦士自体も味方向きのスキルステータスであるよね、自分が使うっていうより。あ、強い。あ、早い早い、うなされ判定まで早かった。ひゃほーい、あら強っ、弱っ。お前はフレームダウンを使ってくれ。やばいな、 S 級倒れたな。強い。もうなんかいろいろぐちゃぐちゃだよ。命。刹那の情緒がもう。泣いてるから戻してあげるか。泣き止んだ。手助け、手助けが強い。よし来た。フレームタワーを待つだけの。あ、でも倒れないんだ。ノリノリ状態だと手助けしてくれないのかな。回復、あー、しないか。うん、 HP 振りかけも切れかける。やばい。お、スラッシュで、まあ MP でもそんなに足りてないわけでもないんだよな。あー、じゃあ使うか。 MP、まあ、まだ全然使ってないんだね。 いけ、ブレイブバードみたいな。もう一回刹那刺して、
これでとどめだ。よし、いいとこ取られたけど、あっさりとでも3人の顔返ってきたな。シピステラ乙女、まあ乙女が帰ってくるのはアタッカーとしては非常に心強い。でもジナ、ラキオ、重道の割とメイン火力だった3人が最後まで帰ってこないのかってなるな。まあ重道はそこまででもなかったけど、ジナとラキオは本当に。本体はどこにいたのよ。ぴょーん、3人一気に。あ、完備完備ですわね。いや、それはわかるけど、それはわからんけど、どっちだ。シピのセリフが一番意味わかんなかったな。戦車乙女、みんな、あ、せつ助けてくれたんだね、ありがとう。ん、君たちには苦労させられたよ。え、うん、なんでもない。お、なんだ、どうした。残りの3人は大魔王の城だよ、行こう、怖いけど。ジナ、ラキオ、重道、また後で。おお、すごい、これで、ふむ、これで6人助けましたか。十分な戦力が整えましたね。うんうん、あー、まあね、私の役目はここまでです。ここから先はお任せします。でもついてきてよ。なんでついてこないんだよ。初めてだね、でも5人超えたのは。どうなるんだろう、やっぱ4人だよね、どうせ連れてけるのは。おー、大所帯、どうしよっかな。あ、しまった、ステラとシピ同じ部屋にしとけばよかった。アピール、まあ、いきなりこんなとこ入れられたらな、乙女もな、そうなるよ。はいはいはい、いろいろ要望が多いようで。暇だな。よし、イメチェンしよう。あ、またどうせあの水色のウィッグを。また違うの。うわ、違う、何それは。どう、似合うとか似合わないとかそういう話じゃないよね、もう乙女ちゃんのウィッグについては。じゃあ猫ちゃんが、猫ちゃんと馬ちゃんがそこに。シピはレビをマッサージしている。凝ってますな。レビは気持ちよさそう。まあいいんじゃない。うわー、こうなってくると、うわー、すごいな。とりあえず MP 上げられるような、魔力上がらず MP だけ上がるようなやつを。乙女、美味しくない、いいから飲みな。デブリチョコはまだ食べたことないの。本当にデブリチョコもみんな嫌ってんな。ハム、特上ホットドッグ、攻撃と魔力が両方上がって意味あるのは誰だ。まず魔族なら可能性ある。魔力と HP 総量、もう上げるもん上げるもん、みんな嫌ってんな。上げがいがないよ。脳筋系はあとは、まあでもあとここら辺はラキオットジナちゃんに残したいしな。ちなみにゲームコーナーは、あー微妙、ハートの手袋、シピか。ジンベイの猫、はい、行ってで。あー、似合いそうじゃない。
ああ、まあこれまでで全然一番いいよ。うん、一番印象いい。制服の翼ね。はい、もちろんもちろん。もう着替えてください。絶対似合う、絶対似合う。ああ、いいじゃん。ぶった切りの剣、もう摂津の武器は惜しまない。あんまり使いづらそうな感じだけどな。なんで外側がでかいの、外側が広いの。じゃあトレーニングジムにも行っておいで。あ、普通に鍛えるだけ。トレーニングの後はプロテインだ。おー、持ってきてる。どっから出した。ステータス上がれ。画面がの3つ。はい、ということで6人のパーティーになりましたね。次回全員揃えることができるんでしょうか。それでは、今回はご視聴ありがとうございました。